からだろう、あの道を通学路と呼ばなくなったのは、一年中を過ごしていた楽しい絵はがきをみんなで書いた。川沿いの家々が日暮れとともに見えなくなってゆく。バイバイを言えばお帰りが今も聞こえてくる。戻りたくて戻れないあの道で、幸せだけが歩いている。今の暮らしの中ではもう会えない、止めどない毎日。ことだけど、あの家へ帰りたいよ。夏が来れば庭先には水まきしてできた虹の国。